こっちはスクです。ツイステッドワンダーランドメインストーリー続きやっていきまーす。今やってるのはエピソード3の深海の商人。前回までの話は、オーバーブロッドしちゃったアズールを倒して、で、まあ、過去がいじめられっ子で、それが原因で、まあ、いろいろ魔法を勉強してたっていう話だったね。で、まあ、とりあえず一段落したっぽいんで、オンボル寮に帰ったっぽいです。というわけで続きを見ていこう。安息マイホーム。そうだ、オンボロ寮返してもらったことになってんだな。契約書は破棄したし、写真も約束通り持ってったからな。オンボロ寮。ボロいけど、やっぱり落ち着く。ここが異世界でのマイホームだもんね。まあ、これだな。もうなんだなんだ。おお、マレウスか。戻ったのか。もう戻ったぞ。あ、マレウスじゃなかった。イケメン男爵だった。イケメン男爵でもなかった。角太郎だった。お前、なんか無理だろうなとか言ってたけど、どうにかなったぞ。まさかアーシェングロットとの勝負に勝利するとは。そうだぞ。ぼんやりしていそうに見えて、お前もなかなかにくせ者らしい。まあな、俺の立てた作戦は自分で全然気づかなかったけどな。角太郎のアドバイスのおかげだよ。ガーゴイルの話がいいヒントになった。え、ガーゴイルってヒントになってたっけ。なってた？覚えてねえや。まあいいや、とりあえず角太郎のアドバイスのおかげだよ。別に助言したつもりはなかったんだがな。そうか、そうだな。回りくどいアドバイスすぎて俺気づかなかったしな。何にせよこの庭が騒がしくならずに済んでよかった。グリムはうるさいけどな。グリムとエースとデュースは。すまし顔のアーシングロットが悔しがる顔はさぞ見ものだっただろう。僕も見てみたかったな。おお、見せてあげたかったな。僕はそろそろ自分の寮へ戻った方が良さそうだ。なんだ、次はお前の寮が問題を起こすのか。でも寮長ってお前だよね。なんか今までの話からするとさ、寮長が必ずオーバーブロッドしちゃってんだけど大丈夫。ではな、おやすみ。あ、はい、おやすみ。綺麗な音で消えるな。どうだ、いたか。うわ、なんだお前らは。いや、こちらにはいらしていないようだ。 SP か、そっか、 SP の目を逃れて夜散歩してんのかな。西校舎の方かもしれないな。そうかもしれないな。ああ、若様、なぜ友も連れずに会室など。貴様が目を離すからだぞ、シルバー。赤子じゃないんだ、大げさに心配しすぎだと思うな。何かがあってからでは遅い。一秒たりとて気を抜くな。二人とも目力すごいな。貴様、若様の護衛という大役を仰せつかっている自覚があるのか。人間でありながら若様やリリア様に育ててもらったご恩を忘れたとは言わせんぞ。このシルバーってやつは人間なんだね。じゃあ魔法使えないの。それとこれとは関係ないだろう。魔法が使える人間か。学校に入学してるってことは魔法が使える人間なんだね。角が生えてないってことだけか。若様？迷子でも探してるのかな。まあ、マレウスじゃなかった。イケメン男爵でもなかった角太郎のことだとは思うけど。まあ、若様でいっか。オンボロ寮、自分の部屋。いや、懐かしいな。わあ、でっけえ魚。ん？こんなに食べきれねえんだぞ。プシュルルって寝息なかなか高度だよね。今日は疲れたな。やっぱりこのベッドが落ち着くな。そうだな、ベッドが落ち着くな。おっと、鏡よ鏡よ鏡さん、久しぶり。ん？鏡が光ってる。これもまた夢？夢なのかな。あ、光ってる。わあ、夢だ。サングラス、サングラス。あれ、違う。またこれ影のパターンなの？いや、入っていくな。誰かな？誰かノックした今。ノッカイ？そこに誰かいるの？ミッキーなの？怖いんだけど、怖いんだけど。マジで？そうなの？そんな展開なの？このゲーム。いや、ディズニーとはさ、書いてあったのは知ってたけどさ、ミッキー出てくんの？マジで？鏡から声が？今のは一体、なんだろう。続く。マジかよ。
え、ドナルドとかも出てくるのかな。マジか。マジか。そういう世界観なのこれって。単純になんかディズニーの映画とかにあるおとぎ話をモチーフにしてるってだけじゃないんだ。ミッキー出てくるのか。マジかよ。はっはーとか言って、そこに誰かいるのかい、はっはーとか言って。マジか。じゃあ次、遠足ミュージアム。あれ、まだこの話続くのか。終わんないの。遠足ミュージアム、オンボロ寮玄関。続くな普通に。おお、なんだ、誰か来たぞいきなり。小エビちゃん、アザナシちゃん、おはよう。お前ら何しに来たんだよ。ここは俺たちのもんだぞ。迎えに来たよ。お出かけしよう。え、あー、海の中の博物館行くの。お前らが来るとまた何か取り立てられそうでドキッとするんだぞ。取り立て屋のイメージ。いやですね、僕らだって契約違反をしない方に手荒な真似はいたしません。そうだぞ、もう二度と契約なんかしない。さて本日は見事な晴天、絶好の遠足日和ということで、おう、アトランティカ記念博物館へ遠足に行こう。いいよ。アズールの手配でアトランティカ記念博物館は僕たちの貸し切りとなっております。すげえな。アズールは先に出発し現地で僕たちを待っているそうです。おう、ちゃんと写真を返さないと。うん、約束通り写真に手は加えてませんね。これ気になるな。ええ、写真は僕が責任を持って保管していました。ほう、ほらほら早く出発進行。アズールって今誰とももう契約取り付けてないのかな。そしたら結構すっぴんの能力だけど本人的には不安じゃないのかな。うわすげえ、中はこんな風になってんだ。あ、そっか、エースは中入ったことなかったんだよね。あの入り口の警備員のおっちゃんとずっと話し込んでたから。伝説の海の王の像か。うん、海の魔女以外にも海底にはいろんな偉人がいたんだな。ポセイドン的なやつ。この王様トリトンだ。なかなか鍛えてるじゃねえか。お前が見るのは筋肉か。皆さんようこそアトランティカ記念博物館。おお、あなたがここの館長ですか。本日はモストロラウンジの研修旅行という名目で貸し切り営業となっておりますので、ゆっくり楽しんでいってください。なんか似合うねそういうのが。な、出たなタコ足アズールと思ったら、お前は人間の姿のままなのか。ええ、僕のようにタコ足の人魚はこの辺りではとても珍しいので。なるほど、変な目で見られちゃうんだな。こっそり写真を戻しに来たのに変に印象に残っても嫌ですから。そんなに気にしなくても。写真に写っているまん丸おデブな人魚があなただとは誰も気づきませんよ。すごい口が軽くなっちゃってるけど大丈夫。せっかく帰ってきたんだから、そんな不便な姿じゃなくて元の姿に戻って泳ぎ回ればいいのに。放っておいてください。タコ姿はあんま好きじゃないんだな。じゃあ僕は写真をそっと元に戻してきますから、皆さんはどうぞ館内をご覧ください。はーい。何があるんだろうね。あっちに人魚姫の銀の紙すきとか展示してあるよ。へー、さっきパンフで写真見たけど、パンフ、あれどう見ても串じゃなくてフォークじゃね。そうなんだ。陸の人間にはそう見えるかもしれませんね。うん、あなたは行かないんですか。え、誰。あ、俺か。本当に写真を返すまで見張ります。ちょっとあなたが心配なので。あからさまに写真を返すまで見張りますって言うと角が立つから心配なのででいいでしょう。疑り深いですね。おっと、バレてる。ちゃんと戻しますよ。あ、はい。昔の写真をすべて消去すれば、うん、僕がグズでのろまなタコ野郎とバカにされていた過去も消えるような気がしていたんです。過去のお前のことを覚えてるやつがいたら消えないんじゃない。海の魔女は悪行を働いていた過去を隠すことはせず、その評判を覆す働きをして人々に認められた。それでいいんじゃない。僕は彼女のようになりたいと言いながら、うん、結局過去の自分を認められず否定し続けていただけだった。
他人から能力奪わなくてもあなたは十分すごいです。あなたはもう魔法よりすごい力を持っています。なんだろう、勤勉さとか努力する力ってことかな。ごめん、今適当におっしゃったんだけど、そんな反応されると思わなかったわ。学園長を困らせた奇遇の努力家だ。努力は魔法より習得が難しい。まあこれかな。努力？僕が勝手に美談にするのはやめていただけますか。いや、そこまで褒めてはないですけど、僕はただ僕をバカにした奴らを見返してやりたかっただけですから。向こうにでけえ恐竜の骨みたいのが置いてあったんだぞ。へえ。あれは恐竜ではなくシードラゴンという海のモンスターですね。へえ。タツノオトシゴじゃなくて。海の魔女の洞窟の入り口はシードラゴンの骨でできていたという言い伝えがあります。あっちに海の魔女の大釜のレプリカとかもあるよ。大釜あるんだ、海にも。何？海にも大釜があるの？リュースが興味津々だぞ。海の中でどうやって温めんの？わかんねえ。アズール、説明して。いいでしょう。僕のツアーガイド代は高くつきますよ。ただに負けてよ。続く。普通に平和だな。これで終わり？いや、まだ終わんないぞ。あ、終局オクタビネル。これで終わりか。多分。次、鏡の間だ。なんだ？あとまだ何があるんだろう。まあいいや、見よう。終局オクタビネル。鏡の間。陸の酸素はうめんだぞ。そんなお酒飲むみたいに言うなよ。アトランティカ記念博物館、なかなか楽しかったな。大釜とか。昔はめっちゃ退屈なとこだと思ってたけど、久々に行くと結構いいね。ああ、年取ってからなんか見るものとか面白みが分かったりするかもね。陸の世界に慣れると、昔の人魚はかなり地上の世界を勘違いしていたことが分かって笑えますよね。フォーク、銀の紙すきは鉄板ネタだわ。楽しんでいただけたようで何よりです。皆さん、長時間慣れない環境にいて疲れたでしょう。アズールが普通に気持ち悪いぐらいいいやつになってるわ。レオナは全然変わってなかったのに。そろそろモストロラウンジの開店時間です。お茶を一杯いかがです？お、ただですか。ヤッホー、ちょうど小腹も空いてたとこなんだぞ。モストロラウンジ。俺、スペシャルドリンク。おお、ハズラベル寮生だ。僕は限定のフード付きドリンクセットで。ポムフィオーレ寮生だ。何それ、フード付きって。はい、ただいま。なんでこんなに混んでるわけ。おや、早速例の宣伝が功を奏しているようですね。なんだ例の宣伝？例の宣伝？こないだの騒ぎの後、今後はたとえ契約でも他人の能力を奪っちゃダメって学園長に怒られたんで。へえ。アズール、ポイントカード作ったんだよね。へえ。ポイントカードってモストロラウンジの？ええ。600マドルのスペシャルドリンクを頼めば1ポイント。ほう。1500マドルの限定フード付きメニューで3ポイント。ほう。50ポイント貯めればなんと1回無料で支配人であるこの僕がお悩み相談を受け付けます。それってどんな悩みでもいいのか。例えば勉強の悩みでも。ええ、もちろん。おお。さらにポイントカードを3枚貯めるとスペシャルなサービスが受けられる特典付き。より詳しい情報はこちらのパンフレットかお店のホームページでご確認ください。なんか余計怪しくなってねえか。じゃあ俺様もスペシャルドリンク。俺も。僕はフード付きのセットで。こいつらあれか、3人揃って勉強が悩みなんだよな。早速のご注文
ありがとうございます。つうかみんな勉強が悩みのやつがここに集まってんのかな、基本的に。あの男子校だから恋愛の悩みなんかないだろうし。お前ら。どっちも懲りないな。見上げた商売根性だな。まあどっちも懲りないな、だな。さあ、ジェイド、フロイド、稼ぎ時ですよ。そうですよ。はい。俺には一杯無料でくださいよ。ん？お店を切り盛りしよう。音ゲーだ。それにしても今日はお客様が多い。我々も忙しくなりそうですね。イソギンチャクたちがいれば楽できたのにな。今日は僕も店頭に立つとしましょう。良いサービスを提供するにはお客様を間近で観察するのが一番ですから。さあ今日も金も5本サービスに勤しみますよ。よし、行くぞ。ほい。フロイドかな。ふう、忙しいですね。かといってサービスの質を落としてはいけませんよ。分かってます。今日は初めて見る顔のお客様が多い。新規顧客を大量に獲得するチャンスです。手を抜いた接客をしないようフロイドが寮生を見張ってくれていますよ。ふふ、改めて言うまでもありませんでしたね。すげえ、テーブルでグリムがすげえ暴れてたぞ。やったぜ。素晴らしい。いつもの売り上げの3倍は見込めそうです。ふふ、例の計画の再始動に向けて上々の滑り出しですね。ええ、この調子で必要な予算を獲得し、モストロラウンジ2号店を必ずや開店させましょう。あはは、うふふ。まだ諦めてねえのかよ。まあ、オンボロ料じゃなければ別にいいよ。調子取り戻したみたいだな、ズール。よかったね。お店を切り盛りしよう。やったぜ、SS。うぃー。あれ、これで終わりじゃないのか。あ、まだなんか続く。スカラビア寮談話室。次ここ舞台。マジフト大会に引き続き期末テストでも我がスカラビア寮の注意が振るわなかったとは。マジか。由々しき事態だ。でもさ、ここさ、キャラが少ないんだよね。カリムとさ、もう一人のジャミルしかいないんだよね。ジャミル、ジャミルはいるか。お、ジャミルはいるか。はい、ここに。冷静だな、声が。すぐに寮生を集めてくれ。そうだ、集めてくれ。怠惰なものに楽しい休暇があると思うなよ。かしこまりました。すべては寮長のお心のままに。おお、ジャミルはなんだ、直属の部下みたいな感じなのかな。なんだよその笑い方、怖いな。何続く。やったぜ、終わった。エピソード3、深海の商人クリア。エピソード4、ネッサの作謀家。作謀家って言うけどさ、カリムはさ、あの銀髪破髪の髪の毛短いあいつは多分王子様でしょ、王族でしょ多分。でもなんかあんまりそんなに頭良さそうでもなかったけど、作謀家ってことはじゃあ副寮長の方がなんかいろいろ張り巡らすのか、作謀を。というわけで今回はちょうどエピソード3が終わったんで、ここら辺にしとこうかな。次回はエピソード4のネッサの作謀家からやろうと思います。というわけでここで終わります。続きはまた今度。またね、バイバーイ。